はい、こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はかっこいい紬の選び方というテーマでお伝えいたします。ショッピングです。お買い求めいただけます。以前のショッピング動画で8枚の着物と8本の帯という内容でお伝えいたしました。その中にこの4枚の紬たちは出ておりますので、そちらもぜひご参考になさってください。その中のこの4本の着物たちをクローズアップして、皆様にかっこいい紬の着方という観点からもご紹介したいと思います。で、そのような着方ができるのだということでご紹介しますので、ご自分に合うの合わないのというふうにお考えいただいてご注文ください。はい、ご注文はこの QR コードからホームページに飛んでいっていただいて、買い物かごからご購入なさってください。そちらの方に帯を合わせたコーディネートなども掲載させていただいておりますので、帯と一緒にお求めいただくことができます。16日まで、お仕立て代サービスなどの特典がついております。はい。まずですね、この紬から参りましょう。この紬は、この手引き生紬というふうに書いてあるんですけれども、手引きって何？生紬って何？っていうことをまずお伝えいたしますね。これはですね、糸の取り方なんですが、糸が機械でこの糸を取ったのではなくて、熱いお湯の中に繭を入れます。繭を入れて、そこから糸を取って、きちんとした糸にするっていう作業を機械でやるのではなくて、熟練した職人さんがやっていくんですね。そういうふうにして手で引いた糸を使っていますよ、ということなんですね。で、ザグリ糸という、糸の取り方なんですが、そうしますとどうなるかと言いますと、大変こう、シャッキリした、スッキリした、かっこいい糸です。はい、糸もですね、こちらは有機紬なので、もっこりしていますが、あったかくてふわっとした糸に対して、スッキリしてシャッキリした糸というふうに、糸の作り方が違うんですね。こっちは手引きなので、シャッキリスッキリしています。そういう糸を使った織物になります。そしてこの着物の特徴なんですけれども、やはりこの柄ですね、この3分の1近い部分が無地になっています。それも無地と言っても、大変こう、なんかゴツゴツした風合いとかありますよね。節がある。これが生紬なんですね。精錬していない糸ということなんですけれども、精錬していない糸を使っています。この生紬ということなんですけれども、生紬というのは、やはり糸を作っていく段階で、この、この糸に含まれているタンパク質を取るんですね。それを精錬と言いますけれども、それを全部取るのではなくて、少ししか取らないで残しておくわけです。で、そうするとどうなるかと言いますと、こう、艶やかな、つるっとしたものではなくて、ざっくりした糸になるんですね。これちょっとざっくり感がありますが、それが大変素晴らしい織の風合い、糸の風合いというふうにして残っています。ですから、そういうこう、手引きした糸のざっくりした生紬感を味わっていただけるお着物ということになりますね。それからですね、さっき申し上げましたように、ここにこの無地で、ここに斜めになっていますよね。そうすると、首周りをこの無地にするのか、あるいは、この斜めの柄を首周りに持ってくるかによって、仕立て上がった時の着姿が違ってくるんですね。で、それはお好みでお選びいただけます。じゃあ、どうやって選べばいいのっていうと、どっちが私に似合うの？どっちが私の顔が明るく見えるの？どっちがすっきり見えるの？色が白く見えるの？っていう、そういうことなんですね。で、私の場合は、この方がいいな、この方がすっきりしてるな、と思います。ですから、まず、その首周りを選んでいただく、ということですね。はい。そうすると、あとはもう、お仕立ての方が、柄合わせをやってくださいます。で、その中でですね、お聞きになるかもしれませんが、例えば、この柄がこっちにしたら、お袖はこういうふうにして仕立てるか。これお袖ですよ。ああ、こういう着姿になるのね。はい。で、こうするのか、あるいは、こちらをこうするのか。
っていうと雰囲気が違ってきますよね。はい。ですから、まあ、どっちで私は作ろうかしらっていうふうに、お仕立ての時に、ご相談させていただくことができます。ですから、こんな着姿になるんですね。大変、こう、見応えのある着姿になりますので、はい、楽しい、素敵な、おしゃれな着物が出来上がります。そして、合わせる帯もですね、かっこいい帯となりますと、先日ご紹介した中にいろんな帯が出ておりますけれども、その中で、こんな黄色い帯も合わせられますし、この黄色い帯すっきりしていますよね。大変すっきりした着姿になりますので、このコーディネートもおすすめになりますね。で、それから、例えば、この吉野感動ですけれども、こういう帯になさると、着姿がすごく迫力が出るんですね。吉野感動大変素晴らしいんですけれども、はい。こうしますと、色としては色数少ないのでシックですけれども、これに帯締めと帯揚げで色が加わるので、大変かっこいい着姿になります。吉野感動は草木染めで手織りなんですね。大変素晴らしいですね。はい。こうなりますので、上級者よっていう感じになりますよね。こんな着姿もよろしいと思います。これに緑のコーディネートですとか、それから茶系のコーディネートをなさると大変素敵です。それから、こちら3枚は、結城紬になるんですね。結城紬というのは、回った糸を作って、そこから糸を手で取っていくということで、糸取りをします。で、そうすると、こういうふうに、こう、ふんわり、ざっくりした風合いになりますので、これは、私は大島ですけれども、大島の風合いとは随分違いますね。で、このざっくりした風合いの3枚なんですが、はい、この4枚の、紬たちをかっこいい紬ということでご紹介させていただきました。詳しくはあちらの動画の中でもご紹介しておりますけれども、かっこよくしたいとおっしゃる方にはかっこいい紬は必須です。そして大変お役に立つと思います。どんな帯を合わせるのか、そして小物使いまでご紹介しておりますので、ぜひ皆様の着物ライフでお役立ていただけるといいと思います。はい、詳細は QR コードからホームページに飛んでいただきまして、そちらにこの商品載っておりますので、そちらで買い物カゴから、ご注文ください。12月16日までの商品ですが、今、6大特典がついております。お仕立て代サービス。着物と帯を お求めいただけますと、両方のお仕立て代が無料になりますし、それから着物だけ、あるいは帯だけということでしたら、お仕立て代が16日までは半額になります。それから、色個性診断というものも無料でさせていただきます。はい、それをいたしますと、どんな個性で、どのようなコーディネートが合うのかということがはっきりわかりますので、着物ライフの参考にしていただけると思います。それから、次回ご購入いただくときに、ご購入品が、1.5% オフになります。それから私のアドバイスもつきます。それから帯締めと帯揚げ選びのお手伝いもさせていただきます。いろいろご紹介させていただいておりますけれども、例えばお持ちの帯締めを活かしたいとか、もっとこんな色が好きなんだけどという時に、そんな色の中からこういうものはどうでしょうというご提案もさせていただきます。こちらは帯締めと帯揚げが無料になるということではございません。お選びするお手伝いをするということになります。16日までのお品ですので、それまでにご注文なさってください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。